おはようございますか、東光寺です。これスッキリじゃないです、マリサもいますよ。ということで、ゆっくりがお送りするバトーペ2実況動画。そんなことより見てくださいよ、マリサさん。もうすっかり秋の空じゃないですか、11月入りましたよ。いや、ベースキャンプの風景は特に変わってないですけど。はぁ、だからお前はあれなんだよなぁ。だからお前はいつもあれなんだよなぁ。あれが何かを言えよ。こういうのは自分から季節感感じ取ってくもんでしょうよ。お前は情緒がない。いや、これ先週のベースキャンプなんで今週のハロウィン仕様なってたらわしもコメントしますけどね。ということで今回はイメージシーズンが秋の機体ペイルライダーキャンバルリー乗ってきます。イメージシーズンとかいうパワーワード初めて聞きました。メイン武器はシェキナーベイベイの内田優也砲。ガトリングです。威力が高くてマガジン弾数も60発の大容量で、中距離での削りに便利。その分リロードは長めなんで注意。格闘はまさかのリンゴ飴。動作の癖はあるものの火力が高いんで、射撃の豊富な本気とは相性抜群。このジャベリン火力で射撃格闘どちらでも火力出せちゃうやべえ機体。副兵装は強化バルカン。通常の東部バルカンより火力高いものの、射撃武器が豊富なんでほぼ出番なし。さらに4発発射のシェキナーミサイル。連弾当たればよろけ取れるもののリロードは長め。そしてメインウェポンとなる1発よろけ取れるシェキナーメガビーム。ただし静止撃ちながら強よろけではなく通常よろけなんで注意。縦は4号機と同じ L サイズのスライドシールド。縦で休止に一生が割とよくあるんで大事。スキルの方はコスト400汎用だけあっていつもの回避バランサ連撃の人権3セット。高性能レーダーもあるよ。そしてペイルといえばやっぱり能力ウプのハデスも完備。ただこちらのハデス E は通常ハデスより火力ウプ値と旋回性能ウプがマイルドになっております。撃たれ弱くなるのは通常ハデスと同じなんで、デメリットも考慮して用法用量を守って正しくお使いください。被弾多いヌーブだと使わない方が強いまである。カスパは強化フレームと通常フレームレベ4併用での絶対に死にたくないでござる編成。近距離スロー多めなんで各プロ多めに。じゃプロもレベ2積んで射撃格闘どっちでも火力出せます。大量に余った中スロ枠には縦補強材をこれでもかと投入。中スロカスパのバリエーションをもっと増やしてください。そういったことで秋のオータムキャバルリーマッチ行ってまいります。はい、行ってらっしゃい。ダッシュで行け、ダッシュで。どっち行くんやこいつ。はい、そういったことで完全にヘビーガンブームに擬態カラーで寄ってくる強襲機どもを返り討ちにする最高に頭いい作戦。ヘビーガンレベ1は450コスなんだよな。こういうのは乗り手へのプラシーボ効果も大事ですから震え。ただ単にネタカラーだと考えてください。ということで初動一番乗り未定なんで、ここはこの当て口が F 踏んじゃうミラクルプレイでミラクル見せつけていきますね。いいから早踏んでくださいね。この初手拠点踏み中に支援機に転がされるのだけはテンションだだ下がるんでやめていただきたい。歩兵で死ぬるのがこのゲーム最大のストレス。メドワさんが見張っててくれたんで無事制圧393。こういう拠点踏んでる時に壁役やってくれる人いると助かる。もし前から来てる敵いるかな。木村後ろ後ろ。いつの間にか路地裏から2機が回り込んできてた模様。くっそー FS だって。チームが通常よろけなんでこういう時マニューバ持ちには逃げられるんよね。ならば向こうのおにぎりくんを焼きおにぎりにしてやんよ。味方が2機向かったんで、あとはこっちの FS の対応。まずよろけピンチも味方の援護でクルリンパ回避。後ろからも狙われてんぞ。先に倒れた FS をエナリングメガビーム。絵に描いたような綺麗なハイエナ汚い。これはちと味方に申し訳ないんで、ビルウェイモから隠れたら一応謝罪チャットしときます。野良チームは気遣いが大事。しかし相手にイモガンキャツウィルみてえなんでこれは面倒。やっぱ無人都市だと長距離ビームは脅威。だがキャバ嬢にもメガビームありますから、
危ねえ。最近はビーム系の汎用も増えたんで距離離れてても油断せんように。キャバは細身なんでそういう点でも有利ですから。この距離でドム相手にビーム外したやつが言うとります。だがまだわしにはミサイルがある。当然のようによろけ取れずにドムピカピンチ。間一発回避からのガト。ここはメガビー打つべきでしたね。武器種多い機体だとこういうチョイスミスるのが B タイプレイヤー。起き上がりはしっかりメガビーに切り替えて FS が着地したのを確認してからビームチューンからのリンゴ飴でも食ってろ。ジャベリンは横判定狭いもののリーチは20丸。さらに N 下ともに槍を引いてから前に突き出す動作なんて根元でも当たりやすいのがグッド。おっとここは FF 怖いんでとりあえず N 角からのタックルで無事撃破。これはなかなかに味方がみんな足並み揃ってるんじゃないすかね。特にドルブの人がしっかり前に出ながら出すぎてないんでかなり乗り慣れてる様子。こういう立ち回り上手い支援機いると安心感あるね。序盤は相手の動きが分散したのもあって中央でうまく枚数有利で食えてる感じ。おっと南通路から1機来とるな。ナハト殿とドルブ殿が対応してくれてる模様。しかし起き上がり無敵からのコードムがドルブさん狙っとるぞ。ここはわしが食い止める。あちょ待ってめっちゃ早いんすけど。あの結果的にコードムの周りうろうろして味方の車線塞いで邪魔しただけのポンコツ。だがとどめはこのわしのメガビームできっちり処理しときます。ごめんもうこうコードム落ちてた。本当にクソムーブだと思ってください。ここは味方にクソムーブを悟られないようガトバラ巻きで仕事してます。アッピール仕事してください。やっぱキャバは射撃武器が豊富な分自然と下がり気味になるんで意識して前でないと芋犯になりやすいですから。一発よろけと火力高い格闘もあるんで出るときはしっかりメガビ格闘決めに行きたいところ。まあガトの火力も持ち味なんでその辺はケースバイケースで。怒りのリンゴ飴プレゼンス。この下角もリーチあるんで慣れると悪くない。横角の範囲の広さも便利なんで今までクセ強くてジャベリン使ってなかったけどキャバのおかげで良さが分かってきたよね。死んだよね。良さが分かってなかった模様。違います。これはあのもうすぐエースタイムなんでこの辺で一旦しんどいた方がええかな案件ですんで勘違いしないでほしい。言っても霊夢さんにしては珍しく初動長生きしましたね。リスポンから拠点まで単独で来て暴れてるペドワさんいたんでわしもサッカーしますね。これは残り3分まで残してもよかあったかも。つか相手結構拠点まで押し込んできてんのね。こちらがリードしてるんでエースタイムで取り返さんとまずい状況ですから。そしてエースがお互い強襲というかオス展開。強襲機がエースだと汎用に潰されやすいんでこれは緊張感ありますね。最悪霊夢さんも壁となってエース守ってくださいね。ああこれはよそ見してたら FS 来ちゃったか。それはいいですけど壁役の話どうなりました。ここはちとわしがあの FS にリベンジしにいかんとなりませんね。こいつ壁役する気ねえな。こういった S までも瞬間火力高いガトあるんでミリ残しやりやすいのもキャバのいいところ。射撃のバリエーションが豊富なんでアシストに徹することもできるのは S までは便利。持った方がいい場面ってのも S までは多いですから。敵エースも味方が倒したんで今のところ我が軍の圧倒的リード。とはいえエースまでは簡単に形勢逆転することもありますんで油断ダメ絶対。そしてここで敵チーム1名様が通信もしくは精神に異常をきたして回線を通信異常であることを心より願っております。なんやかんやで偏差打ちクソエイムを見せつけつつのブルー3号と対マンやってやんよ。これは死亡フラグ。急接近からの今ですか。ゲースペコペコ完全に見切られてあっさり生角食らってそのままを。やっぱわしハゲス使わん方がええですわ。使っても使わなくてもどっちみち倒されてましたけどね。しかし残り1分で敵チームの激烈な追い上げでまさかの逆転を許すゲボ吐きそうになる展開。これはまずいですよ。人数有利であの点差から逆転されたとあってはゴミかスイカの何のために生きてるのかわからない存在。勝ちマイナス外悪虚無プレイヤーに両足突っ込んで溺死寸前まで行ってる状態ですよ。言い過ぎ。
ともかく残り10秒で1キルすれば逆転できっからできなかったらカスです。より残りペドアに逃げられるもブルー3号に届け憎しみのメガビームからの味方ペドア3ラストポッキーで奇跡の再逆転勝利だぜ。これぞ S マって感じのいい試合でしたね。つうことで皆さんお疲れ様でした。むしろ人数振りからあそこまで迫った敵チームヘショウさん。ケバルリーはよろけビームに高火力格闘。バラマキガトに派ですと。何でもできて全てが高火力。ただ静止打ちやジャベリン格闘。ハデスの防御力低下とデメリットもある癖が強い印象。武器種も豊富なんでかなり忙しい汎用機かも。立ち回り、プレイ技術、判断能力が高ければオールラウンドに活躍できる機体じゃないですかね。つまりわしには魚式連機体。ってことでまた次回。